年のレボリューションはアイデアベースでしかなかったことを実際にアクションに移せるようになったことです。日々お客様に環境保護の大切さだったりとかをお伝えしていく中で、自分自身も改めて見直すきっかけにもなり、で例えばいつも水筒を持ち歩いたりとか、お弁当を作るのが難しくてもタッパーをコンビニに持って行っておでんを詰めてもらったりなど、できる限りのことをできるように意識しています。自分は正直今まで輸出の業務の経験がなく、このラッシュジャパンに入ってから初めてこういった仕事に携わることになりました。なので最初は結構いろいろ不安だったり心配なことも多かったんですけれども、今までちょっと自分が培ってきた言語力だったりとかを生かして、ビジネスパートナーとしていろんな国との連携を円滑にコミュニケーションを取れるようにちゃんと努力しています。もともとラッシュに入る前はエシカルといった言葉にも曖昧で、社会や環境問題に関して関心が決して高いというほどにはなかったんですけれども、入社してさまざまな社会イベントに参加してお客様にラッシュバディを説明する中で、自分自身もどんどんそういったことに関心を持つようになりまして、そういったきっかけからチャリティーポットの審査会スタッフもさせていただいているんですけれども、そこでさらに視野が広がりました。僕は本当に契約社員からラッシュに入ったんですけども、まあ、そこから本当に想像もしてなかったような今お仕事についていて、そのきっかけっていうのがですね、まあ、2年前に約ショップをサポートする仕事をしていたんですけども、そこでスパショップをサポートをしていたんですね。その中でスパの難しさだったりとかセラピストの難しさを痛感していて、もっと理解したいなだったりスパのことを極めていきたいなって思いがすごい熱く芽生えてきたので、実際に学校に行ってセラピストの資格を取ったりとかスパの勉強をしていって、今ではスパショップマネージャーという仕事に就いていることが本当に自分の転機だったなと思います。はい、育休から復帰して半年が経ちました。育休に入る前は復帰して以前と同様に働けるかすごく不安も大きかったんですけれども、周りには子供を持つスタッフもとても多くて、お互いに思いやりを持ってフォローし合っています。ショップマネージャーとしてどんな人でも働きやすい職場環境を作ることへの責任感がすごく増していきました。もともとお客様相談室で、働いてたんですけど、2年前ぐらいに不動産の業界に、行きたいなというふうに急に思い立ったというか、もともとちょっと興味があったところがあったんですけど、普通の会社だったら転職とかじゃないとそういう全くの未経験業界とかっていけないと思うんですけど、ラッシュはそこを自分がやりたいと思ったことに手を挙げさせてくれる環境があったりとか、あとはそこに行ってからも自分がやりたいと思った仕事を積極的にやっていけるっていうのがすごくラッシュに入って、ラッシュにいなかったらこういう経験できなかったんだろうなというふうに思うし、今の自分もないかなというふうに思います。入社時はラッシュが LGBT サポーティングな企業ってことを知りませんでした。で、自分が実際入社してみてラッシュが企業としてレインボーパレードに参加していることを知って、自分でも何かできるかなと思って社内研修だとか社外の LGBT 関連シンポジウムや座談会に参加してより理解を深めるようになりました。今では多くの同僚を誘ってレインボーパレードに参加するようになりました。